アムロ再び。このアウド村はどこに向かうのだ。ヒッコリーへ向かいます。ここでダメならば次の手を打ちます。バンデンバーグの近くにもカラバの同志がいます。補給も必要ですし。ケネディ空港を襲った連中がスードリーで追ってくるとして半日はかかりますかね。いや、もっと早いな。待て、各機は機内から迎撃。モビルアーマーだ。モビルスーツを出すか。もう遅いですよ。前方のハッチ開け。アウド村の腹に入ったまま沈むのかよ。ベタバキのモビルスーツとギャプランが違うんだよ。エネルギーのあるうちにスードリーと合流せねば。また敵中だ。今度はケネディを襲ったやつです。早すぎる。さっきの出撃でライフルの整備ができていない。バズーカ装備で出てくれ。カミー、アウトブラの防衛が最優先だ。あまり離れすぎるなよ。空にいればよかったんだよ。
アウド村に当たる。なんだ、ここまでだな、エウーロ。全機撤退だ。ガンダム、マークツ、ご無事でありがとう。1年戦争終結後、ニュータイプは危険分子とみなされ、連邦軍の監視のもと空に出ることはできなかった。アムロ・レイもまたシャイアンに豪邸こそ与えられていたが、幽閉に等しい生活を7年間強いられていたのだ。そのアムロを勝のやつ、よく連れ出してくれた。フラウたちも無事日本へ向かい、お腹の赤ちゃんも順調なようだが、会えるかどうか。追ってこ、カツ、行きます。何、カツがマーク2で出たのか。カミーユはビッグディアスで出てくる。マーク2は敵の攻撃を受け、桟橋の近くで座礁してるようだ。カツのやつ、勝手な真似しよって。私にかなうのか。地上は霧が深く、ミノフスキー粒子も厚い。これを利用して敵をかく乱できれば、時間通りヒッコリへたどり着くことができる。なんとしてもクワトロ隊とカミーユをヒッコリのシャトルで空に返さねばならん。カツもクワトロ隊に預け同乗させることにした。空へ行くことはカツのたっての希望だったからな。アムロもようやく昔の勘を取り戻したのか、ヒッコリーまでの護衛を買って出てくれ、カツを乗せモビルスーツで出た。敵に捕まりました。放火だ。ただしヒッコリーには近づくなよ。ここまでだな。こ
こういう時は機動性に優れたアッシュバーの方が。おお、カミーユ、気合がボケているぞ。クワトロ対高津君は空へ返す。君はもう間に合わない。次のチャンスまでそばにいてくれ。ありがとうございます、アムロレイ隊員。僕の方こそ命拾いさせていただきました。